全く理解できない。愛する人など存在しないから、守るものなどないから死ねるのだろう。俺はいつ死んでもいい。明日に何の期待もしていないから。あ、その時、城ヶ崎の脳裏に母の言葉がよぎった。ケイシ、母さんはずっと一人。またケイシに会えるかな。俺はもうすぐ死ぬ。一条、お願いだ。少しだけ動いてもいいか。殺さないでほしい。すると城ヶ崎はポケットからハンカチを出して顔を拭いた。こんな血まみれじゃ会えない。そして向かった先は一軒の古びたアパート。そのドアを叩いた。そこから出たのは初老の女性。剣士、戻ってきてくれたの。それ以上開けるな。城ヶ崎は自分の体が見えないように扉が少し開いたところで止めた。言いたいことがあって来た。また会いたいとか言ってたがな。いい迷惑だ。勘弁してくれ。そんな、決心、母さんは。どうせあんたのことだ。俺のことが心のどこかにあったんだろう。俺は強く生きている。放っておいてくれ。子供にこれ以上迷惑をかけるな。あんたは一人で生きる。それがあんたの選んだ人生。母さん、遅すぎた。あなたがもう少し俺のそばにいてくれていたら、施設に一回でも会いに来てくれていたら、少しだけでも愛してくれていたら、俺はこうならなかったかもしれない。そして関東の裏社会を震撼させた雷神のボス城ヶ崎剣士は、古びたアパート街の道端で孤独に死んだ。城ヶ崎は菊池ちゃんをけねえクソ野郎だった。奴らのせいで国将の兄貴も西園寺の兄貴も、そして高橋も死んだんだ。悔しいが、城ヶ崎は間違いなく天才だった。京極組を心底震え上がらせたモンスターだった。